地域ブランディングの仕方、はい、地域ブランディングの仕方っていうのは、うん、まず、ブランドになりうるも原料があるかどうかっていうことが一つ、うん、で加工技術があるかっていうことが一つ。全部その地域になかったらあかんですか？いや全然そんなことはない。あのそこの地域で一つでもあのねせめて二ついるんです、うん、あのなぜかというと一つだけだったら他でやられちゃうと負けちゃうので、二つ掛け合わすことでそれがオリジナリティになる可能性があるので、うん、必ず販売戦略だったり加工技術だったり原料っていうところのこの3つのうちのどれでもいいから掛け合わせてできるものを考える。であと観光とかねで掛け合わせる。で基本観光観光観光って言うけど、観光には必ず食はつきもの。ああ食べてくれる、うん、食べ物で、それはそこで現地で食べるものもあれば持って帰るもの、うん、で、今だいたいみんなが考えていることって現地で体験したことを持って帰りたいんです自分も、うん、だ自分は体験するけどこの気持ちやこの味やこの面白さを家族にも味わってもらいたいなって思う観光客がもっと増えてくると思うんですね、うんうん、とそうした時にそれに近いようなお土産物があったりとか近いような商品があれば、うん、まあ一つはヒットになりますよね、うん、でそこも観光ってことはお土産物なので普段のお客さんは買わないっていう風な感覚で作らないといけないし、で特に和歌山の企業さんとか和歌山県の人たちってあの他の県、私他の県よく行くんですけど他の県に比べてほんまに原材料が豊富、うんうんうん、これは言える、うんうん、でこれって何が違うかっていうとあの商品開発しやすいんです、うん、ただ加工技術上は少ない、うん、他のところって実は商品あんまりたくさん取れないから、うん、まあ、その原材料が取れないからだから加工に回そうとか加工で少しでもあの付加価値つけようっていうところで加工場が結構充実してるんですね。でも和歌山ってその物自体で量が取れるからたくさん出ちゃうんですよ。なんかあんま加工まで回ってる暇と時間がないのか あんまりないんですね、うん、だから加工技術屋さんがもう少しあればよかったり例えばみんなで使える加工工場みたいなのがあればいいんじゃないかなと思う。それが例えばねあのなんとか技術センターみたいに、うん、試作品とか機械はあるけど使ったことないですよじゃなくって実際使える機械、うん、誰でも申請したら、うん、だからレンタルキッチンじゃないけどレンタル工場みたいな形のものが一つ、あればみんなでいろんな加工品作れるかなっていうふうに思いますね、うん、あとはその、まあ、デザインっていう部分もすごくクオリティ高いものも出てきてるから非常に和歌山の食材や商材っていうのは魅力的で、もう一つは作った人が妥協して作ることが多い和歌山の人って、うん、妥協はあんまりしたらあかんてかほんまにしたらあかん、うん、なんでかって言ったら食べ物とかって特にそうなんですけど向こうの技術がこれしかないからこれ作りましてんって言われたらそれほんまにあなたが作りたかった商品なのって聞くといや向こうの都合でうちはこういうこっちにしたかったんですけどっていうことが多いんです、うん、それって、うん、私から言うと違う業者でもよかったんじゃないって思うのね。で自分が作りたいものを作れる業者さんを探すっていうことがまず大事で、うん、安易にコラボしないことね、うん、であとは、作ったら自分で売らなきゃ、うん、みんな誰かが売ってくれると思って、おんぶに抱っこやけど、うん、基本自分で作った商品ってこれ子供やから、うん、子供は自分で育てやん他人が育ててはくれ、うん、だから作ったものについては自分たちで売るぞって思うものもしくは自分たちが早く売りたいって思うものを作らんとなかなか売り上げにつながる商品にはならないと思う、うん、和歌山は特に、観光もねパンダもいるし小屋さんもあるし神さんもいっぱいいてるし自然もたくさんあるしありすぎてまあ、ちゃんと見れてないのかなというふうな感じはします、うん、で他の県はそんなにないから本当に苦労してるところのが多いだから和歌山は恵まれてるだからこそ一つになって
みんなで、作っていった方がいいと思うな、うん、意外にその若い者の人ってなんかなんとなくあの子人嫌いとかっていうな感じで物事進めちゃいがちやけど、うん、利害関係ってそこじゃないから、うんうんうん、和歌山として一個になるっていうことが利害関係で、戦わなあかんのは、うん、奈良とか、うん、大阪とか、うん、滋賀とか他の県と戦わなあかん、うんうんうん、だからまあそういうところではちょっと和歌山はあの皆さんで戦いすぎかなというふうに思います、うん、一番これ推しやっていうような素材は原料で？原料で。そうだな。全然メスが入ってないわって思うような。昔は山椒だったのね。はあはあ、うん。でも山椒が今だいぶメジャーになってきて、うん、で山椒もなんか取れる年と取れない年とあるみたいだけれども、うん。うん、まあやっぱり果物だね。はあ、うん。果物は推しだね。柿、桃、ぶどう。ぶどう、みかん、あのぶどうもいちじくもあるでしょ、はい、いちじく、キウイも、キウイもあるでしょ、メロンもあるでしょ、だから、うん、ない果物はないと思うのね、うんうん、だったら次の加工をジャムではなくて、うんうん、ジャムしか思いつけへんみたいな、うん、ジャムじゃない、酒じゃない、お酒は免許がいるからね、作るのも免許、販売するのも免許やから、まずここでハードルが2つ高いわけ、うん、だからみんなお酒とかレモンやったらレモンチェッロとかって言うけど、うん、レモンチェッロ作る技術者がいるし、うん、免許がいるし、うん、レモンチェッロチェッロって言ってレモンのお酒なんだけど、うん、それを販売するところ免許がいるのよ、うん、もうその時点で誰もが参入できない、うん、だから誰もが売れないものは、うん、もうその時点で売りがキュッて狭まるから広がらないんだよね、うんうん、だったら逆にシロップっていう風になるんだけれども、そのシロップにも目的がいるよね、うん、例えば生姜シロップ一つにしても、まあ、どういう人にどういうシチュエーションで食べてもらいたいかとか、うん、そのシロップだけじゃなくてシロップで実はあんまり使わないから別のものにするっていう風に発想を変えていくことが大事かなと思う。和歌山なんか生姜もねすごい有名だし、生姜美味しいし、生姜体ポカポカするし、いいと思うんですね。ただ、和歌山の生姜はどこと戦わなあかんかっていうと、高知の生姜と戦わなあかん、あ、高知にも生姜があるんですよ、うんうん、なのであそこはめちゃめちゃ量を取れる、あの、うん、生姜の種類が違うんだよね。高知は土生姜って言って日持ちのする生姜だけど、うん、和歌山は新生姜って言ってうん、紅生姜とかって酢漬けとか甘酢漬けとかするようなやつが和歌山主流、はあ、なのでそこもやっぱ違う、うん、加工できるものかできないものか、うん、でブドウもじゃあブドウ酒にブドウ酒ワインにとかって言うけど、もともとワイン用のブドウを育ててたらそれはありなの、うん、でも和歌山って生食用でしょ、うん、マスカットとかねでしょ、デラウェアと、うん、デラウェア違うの、ね、巨峰か、巨峰、うんうん、だったらそれはもうちょっと考えてワインじゃない何か違うもの、うん、まあ私はアイデアあるんだけれどもここでは言わないなぜならばそれは私の仕事だから、うんうん、そういうふうに和歌山の良さっていうのはやっぱ果物がたくさん取れる、で海が近い、自然がいっぱい、でこういうことって他の県にはないっていうことをやっぱり自覚せなあかん。和歌山はの盛り上げ方としてはやっぱり、自分たちで始めること、ちっちゃく、うん、でそれを少しずつ大きくなってきたら誰でもいいから入れてあげること、誰々は嫌いやから入れへんとかはなし、うんうん、で、みんなで成長するっていうことが必ず大事で、自分だけが得したらいいっていうことの考え方は、まあ、やめた方がいいかなと。和歌山の人ってどっちかって言ったらこう、あとその情報にはお金を払うっていうこともちゃんと分かっておいてほしいかな。情報はただやん、友達やからただやん、うん、友達やからただって誰が決めてん、うんうん、っていう話やねん、うんうん、な、やっぱりこれだけのことしてもらうんやったら、まあ、少ないけれどもこれでお願いしますぐらいのことでやってもらうのが一番よくて、うんうん、そこをやっぱりこうあまり握らない方がいいと思うし、うんうん、友達にも限界があるので、うんうん、
みんなそこはあの甘えるんじゃなくて、やっぱりちゃんとしようねとは思う。若い人は特に情報はただやなっていうふうに思ってるから、うん、これぐらいいいやんって言われることも私もあるので、会った時に、え、あんた携帯代払ってないのって聞くの。いや、払ってますよ。それ情報やんな。ただちゃうやんな、携帯。うちも情報やんな。ただちゃうで。っていうふうに言って。若い人を盛り上げようと思った時には、やっぱ一つになること。で、観光と食は切り離さないこと。で、和歌山って発明家とか技術者が多いのね。で、そのやっぱりそこを伸ばしてあげれるように、地域の人たちで協力すること。私はあの、今回、新商品開発やったっけ、和歌山市の。新商品。チャレンジ新商品。チャレンジ新商品っていうものの審査委員長やらせてもらったんですけど、あれ持ち回りなんですね、実は。私が言いたいって言ったわけじゃなくて、私散々逃げて逃げて、もう最後回ってきたお札やったんで、もう仕方ないと思って受けたんですけど、あれも、あの、いろんな商品があった中で、今回の賞に選んだのは、あの、タッチで着るんですやったっけ。なんかその、かわいい、この、誰でも簡単に着れる、あの、トレーナーとか T シャツを作ってるところがあって、で、そこっていいなと思ったのは、やっぱり和歌山の大企業さんと組めるような商品だなっていうことが一つと、で、結局、あの、障害児用って言ってても、あの、介護とかに使える商品だな。やっぱ一個のものじゃだけじゃなくて、もう一個ここも出口があるんじゃないかって、二つの出口が見えたとこがやっぱりいい商品だなと思ったの。で、いい商品、悪い商品っていうのは基本売れるかもっていうものがいい商品、これ難しいかもっていうものがあんまりいい商品じゃないって私は考えるので、で、そういうふうにこう売れる商品をみんなで作っていく、みんなで協力していく、新しい芽を摘まないっていうことが、まあ、大事かなと思う。というわけで、ちょっと新古有古ワールド炸裂なんですけれども、商品開発とか企画とかをやってる会社ですので、皆さん一回うちのホームページもしくは韓国のお店に来てもらえるといいです。めっちゃ泥臭いですよ。もう人間めっちゃ泥臭いし。あの入り口でまずドリも抜かれたんよ。これだけ関わってきたんかと思って。あ、もっとあったら捨てられたんですよ。うちね、事務員ね、賞味期限切れたらね、捨てよるね。いやいや、うち、これ、メモ。